皆さん、こんにちは。今日は、日本の有名な春の行事、お花見について、わかりやすく、詳しく説明したいと思います。ゆっくりとした話し方なので、聞き取りやすいと思います。私は日本人で、日本語が母語です。AI ではありません。 わからないことや質問があればコメント欄に書いてください。日本人はきれいなピンクの桜の花が咲き乱れる様子を心待ちにしています。しかし、桜が満開になってから散るまでの期間は短く、たった約2週間しか続きません。 また3月から4月は冬と春の変わり目の時期なので天気が変わりやすく雨が多いため満開の桜の花が散ってしまいやすい切ない季節でもあります皆さんの国にも日本のお花見のように花をめでる文化やお祭りは ありますか。日本のお花見はとても、とても古い歴史がある伝統行事です。奈良時代の七百五十九年頃には。すでにお花見が行われていたと記録に残されています。約。 1300年もの長い間、代々受け継がれてきた日本を代表する春の行事なのです。お花見には決まった方法やルールがありません。花見という言葉の通り、本来の目的は花を見ること自体ですが、 現代では人々はいろいろな方法でお花見を楽しんでいます一番一般的で代表的な花見の方法は公園の桜の木の下でピクニックをすることですブルーシートを広げておにぎりや お弁当を食べたり、お酒を飲んだりしながら、桜の花々を眺めるスタイルです。中にはバーベキューをする人たちも少なくありません。カラオケをする人までいます。桜の木の下は、 人気の場所なので、場所取り合戦になります。前日の夜中や当日の朝早くから場所取りをしている人たちが多く見受けられます。しかし最近は一部の公園においてあまりにも早すぎる場所取りは マナー違反とみなされるケースも出てきているので、注意が必要です。お花見には、いろいろな人々のグループが訪れます。例えば、大学のサークルの友達同士。家族ぐるみでの花見。カップルでのデート。 親しい友人同士、会社の同僚仲間など様々です。中には、社内の新入社員が朝から場所取りをするのが通例になっている会社もあり、就職したばかりの新卒社員にとっては、お花見の 場所取りが最初の社会人仕事になるケースさえあります。珍しい光景に見えるかもしれません。4月は新年度の始まりでもあり、新しい生活のスタートの月でもあります。 学生は新学期が始まり、サラリーマンは新しい部署や勤務地への移動、転勤があります。そんな新しい環境に移る人々にとって、お花見は新しい生活を祝福するようなレクリエーションの役割を 果たしていると言えるでしょう。お花見を楽しむスタイルは実に様々で、夜に仕事帰りに行う人もいれば、朝から夜遅くまで長時間ゆっくりと過ごす人たちもいます。特に、 代々木公園や上野公園のような広大な大規模公園ではピクニックスタイルのお花見が人気ですもし皆さんが日本を訪れた際はぜひそういった有名な花見スポットを訪れてみてください普段は おとなしいと言われている日本人たちが桜の下でお酒を飲んで大声で歌ったり騒いだりするユニークな光景を体験できるかもしれません。そして想像を絶する桜の名所の大混雑にも驚かされることでしょう。 一方で、ゆっくりとお花見を楽しむ別のスタイルとして、桜並木の下を散策しながら、お酒や軽食を楽しむ方法もあります。川沿いに続く桜並木は、特に景色が美しく、人気の高いスポットで、夜には、 ライトアップされて幻想的な雰囲気に包まれます。早朝から夜遅くまでお花見を楽しめる贅沢なスタイルです。そんな散策スタイルの花見スポットとして私がおすすめするのは東京の目黒川沿いです。 最寄り駅は池尻大橋駅か中目黒駅でこの2駅の間の約 2km の川沿いに見事な桜並木が続いていますこの一帯は目黒川の桜の名所としてとても知られているエリアです 沿道には軽食やお酒を売る出店が立ち並び、食べ歩きしやすい環境が整っています。好きなものを購入して、桜を眺めながら、ゆっくり散歩を楽しむのが一般的です。目黒川の桜は、韓国の人気俳優の Instagram にもたびたび登場したことから日本国内だけでなく海外からも知名度が高い名所でもありますライトアップされた桜の木々の下を一人で音楽を聴きながらゆったりと散策すれば日々の喧騒を忘れて リフレッシュできることと思います皆さんはどちらのスタイル、ピクニックスタイルの花見が好きですかそれとも散策スタイルの方が良いでしょうかぜひコメント欄で教えていただけますと幸いです。東京の 主な桜の名所をもう一度おさらいしますと、目黒川沿い、代々木公園、上野公園、井の頭公園、お台場のレインボーブリッジ周辺などが挙げられます。 一方、大阪の有名な桜の名所としては造幣局の桜の通り抜けと呼ばれる並木道広大な敷地を持つ万博記念公園大阪城を借景にできる大阪城公園 狭山池博物館の園内などが知られています最後にお花見シーズンの問題点についても触れさせていただきます一つ目はゴミのポイ捨ての問題です酔っ払った人が多数集まってピック テクニックをすると必然的に大量のゴミが出てしまいます大規模な公園の多くではお花見の時期はたくさんのゴミ箱が設置されていますしかし小さな公園の場合そういったゴミ箱があるわけではありません ルール通り、自分たちで出したゴミは最後にすべて持ち帰る必要があります。しかし、残念ながらルールを無視してゴミをそのままポイ捨てする人が多く、公園がゴミの山となってしまうありさまです。 結局ボランティアの人々が掃除をしなければならない事態が毎年後を絶ちません皆さんももしお花見に行く機会があれば必ずゴミを始末するようにしましょう2つ目の問題は公園の 大混雑への対応です。お話ししたように、桜が満開する実期間は2週間ほどと短いため、その最初の週末には、どの名所でも人で溢れかえる大混雑となります。例えば、目黒川沿いの 中目黒駅では花見シーズンは時として駅のホームから人が溢れるほどの大混雑になります年齢や性別を問わず多くの日本人がお花見を楽しもうと訪れるのがその理由です こうした混雑に備えて、時間的な余裕を持って行動することが必要不可欠です。3つ目は、騒音問題です。お祭り気分から酔っ払った大勢の人が1か所に集まると、当然、 大きな騒音が発生してしまいます。大規模な公園の場合、深夜になれば閉園時間となるので問題はありませんが、小さな公園には閉園時間そのものがないため、夜遅くまで酔っ払った人々の 大声が響き渡り近隣住民から苦情が出るケースが少なくありません以上日本のお花見の様子と注意点などを詳しくお話しさせていただきましたいかがでしたでしょうかこの春 もし日本を訪れる機会があればぜひお花見の風情を体験してみてくださいねはいということで今日はちょっと趣向を変えてゆっくり書かれた通り喋るっていうのをやってみました最近この手の動画がめちゃくちゃ流行ってましてこれまでエピソード聞いてくださった方にはちょっと違和感があるかもしれません まあそこも含めてですね、コメント欄で感想を教えていただけると嬉しいです。ということで、最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。